にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、栃木県に来ております。栃木県の2泊3日の温泉旅行に来ております。1泊目がですね、湯西川温泉に宿泊して、2泊目が矢板市にある、お宿さんに宿泊する予定でおります。両方ともね、7、8年前ぐらいに宿泊したことあるんですけれども、どうしてももう一回行ってみたいなということもありまして、今回決意いたしました。なかなかこうキャンプに行く行く行ってて行かない感じがついちゃってますけれども、どうしても行きたかったので今回は2泊することにしました。まずは近くにある道の駅で腹ごしらえをしたいと思います。それでは道の駅までドライブ楽しみます。デイ、道の駅着きました。ロマンチック村、宇都宮ロマンチック村という道の駅なんですけど、すごく広いです。宿泊施設とか温泉があるみたいなんですけど、すごく広い。あれ、ここ歩けるのかな。中行ってみます。すげー、アミューズメントパークみたい。こんなに広い道の駅だとは思いませんでした。ここだけでおそらく 1,2 時間余裕でいれますね。白いちごや、芋フライと肉巻きおにぎりを買いました。いただきます。道の駅出ました。もう尺取りすぎましたね。思いのほかでかすぎて、温泉あるわ、宿泊施設あるわ、地ビール工場あるわで、複合施設的な感じでしたよ。もうね、ほんと 3,4 時間楽しめちゃうんで、早めに出て、今からですね、湯西川温泉に向かいます。ここから1時間ちょいドライブ楽しめますよ。鬼怒川温泉来ましたよ。廃墟だ、廃墟出た出た、廃墟たまらん。また廃墟ありましたよ。あ、並んでますね、廃墟ね。おー、すごいな。湯西川着きましたけど、雨が降ってきた。なんでだよ、すごいな。来ましたよ。まだチェックインまで時間がありますので、湯西川温泉に来たら必ず見る景色の場所まで行きます。うわー、これ潰れちゃった。このお店、お酒ここで買ったことある。ここが栄えている通りですね。で、アゲハさんは以前泊まったことがあります。トラブルがありましたね、前にね。あー、いいねいいね。この辺の飲食店で晩飯食うっていうのもいいんですけどね。うわー、いいわー、いい街並み。ほんと好きなんだよな、犬市川。どうですかこの景色。湯西川といったらこの景色を見ないとダメですね。
以前来た時がおそらく冬だったから真っ白だったはず。しかし今回は真緑ですね。気持ちいい。後ろを振り返るとまたこの景色です。すごいよね。特別感すごいんだよな。川の水がすごく綺麗なんですけど、わかりますか？飛び込みたいね。それではホテルに向かってチェックインします。楽しみですわ。到着いたしました。本日宿泊する宿、花と花さんですね。おそらく湯西川温泉郷の中でも一番大きいんじゃないかなとは思うんですけどね。でかい。この玄関が見てください、ついてくんですよ。光がついてかないですけどね。あー、見えますか？これちょうど横歩くと、うわ、すごいすごいでしょこれ。ほら、なんて素敵な演出。すごい。ロビーも広いですね。そしてこれはクラブ。広っ。ここ夜は使えるのかな。営業中じゃないの。すごい広っ。うわー、居酒屋さんまである。飲みてー。ここでロビーで、お部屋の案内を待ってる段階なんですけどね。すごい景色もいいんですよね。おしゃれサロン、バーがありました。お酒見て、こんなおしゃれなお酒がなんと。この景色の中飲めるみたいです。最高すぎだろこれ。土産屋ですね。土産屋も広いわ。はい、先にですね館内の散策をしてしまいましたけれども、部屋に案内されたので部屋の紹介をさせていただきます。広いっす。これもしかしたらアップグレードしてくれたかもしれないですね。広いんですよ。すでにこっちとかもう使う、あ、寝るとこと普通に、あーなるほど、けど広い、すごい広い。そして脱衣所とかもすっごい広くて、お風呂からなんと渓流が見えるという、これはすごいな。花と花さん、こんなすごかったか。大興奮なんですけど。あー、落ち着きました。ただまだあと2カ所ぐらい散策できてない場所があるみたいなんで、そこだけ行ってから温泉入りに行こうかな。ほんと広いんだよなここは。そしてですね、なんとカラオケルームもあります。現在使用できるそうですよ。ほんとカラオケルームだからな。こちらが夜の食事の会場です。一回入ったことあるんですけど、いろりだった気がする。いろりがありましたね。もうそれしか覚えてないです。まだ営業しておりませんが、お好み鉄板焼き懐石、これもまた別なのかな、別の場所なのかな。こっちに会場ありますからね。
部屋に戻ってきました。これで一応全部行けたとは思うんですけどね。夕食会場と他の客室と温泉以外は歩いてみれたはず。じゃあ温泉行っちゃおうかな。貸し切りもあるみたいですけどね、有料であるみたいなんですけど、温泉がね2種類か3種類あるそうなので、大浴場行ってみます。温泉入ってきました。大浴場貸し切りでしたよ。一人露天も大浴場も最高でした。もう素晴らしすぎる。ただやはり冬よりかは長居はできないですね。もう暑うて暑うてしょうがないです、夜はまた違うお風呂入りに行こうかな。でもう一種類三種類やっぱあるみたいで、もう岩風呂は入れ替え制で朝男になるそうなので、入りに行けるか分かんないな。じゃあ寝よっかな。寝ていよいよ夜ご飯ですね。6時になりましたので夕食会場に向かいます。切りました。すごいっすよ、いろりで。すごい雰囲気。じゃあいただきまーす。乾杯。せっかくなので竹酒をいただきます。雰囲気だいぶアップしますね。この味噌がクソうまいっす。ご飯何杯でもいける。デザートうまそうだわ。これはね、ずんだムースらしいですよ。ごちそうさまでした。この離れがすごいんですよ。見てすごいでしょ。このここで鬼ごっこしたいもん。まだあるんですよ、まだ廊下があるんですよ。すごー、こっちにもあるんだ。ほんと広いなここは。酒どころで楽しんでる方々がいる。いいね。大きな旅館さんって洋服売ってますよね。これ売れてんのかなっていつも気になるんですよね、こういう洋服。あえて座る必要もないんですけど、こういうところに座ってゆっくり喋ったりしたいですよね。中庭を見ながら。ごちそうさまでした。もう美味しかった。すごく美味しくて、最近旅館に行ってもですね、正直似たようなと言いますか、ちょっと言い方あれですけど、食事も多かったんで、なかなかいろりでご飯を食べるっていう機会はないですよね。そういう雰囲気が変わった料理を食べつつ、お酒飲みつつで、食事会場もねすごく雰囲気良かったんで最高でしたね。こんなに良かったかって改めて思い知り、今気づいたんだけどフクロウがいましたね。すっごい可愛いフクロウが部屋にいました。見てこれ、
大事そうに乗っけられてる、つぶらな瞳。マジでしてしまったわよ。午後の10時くらいですね。では夜の温泉行ってきます。着いてたらいいですな。夜はまだ結構冷えますんで、山奥なんで露天風呂はすごく気持ちいいんじゃないですかね。さあどうでしょうか。夜の温泉入ってきましたよ。なんとまた貸し切り状態でした。一人ぼっちでしたよ。ヒノキと露天風呂があるんですけど、まだ幸い夜がすごく寒いので、もう寒い寒い言いながら露天風呂に浸かりました。そしてこれぐらい寒い日に温泉に入っていつものレモンドを1杯2杯飲んで寝ますかね。問題は先ほど熟睡をしてしまったので、酒を飲んでこの後眠れるかなっていう心配は多少ありますけど、それではおやすみなさーい。おはようございます。今朝朝7時です。最近ダメだな、寝つき悪いな、全然眠れないんですよね旅先で。時間ないんですけど、温泉行けたら温泉行って、その後はもう急いで朝食会場ですね。温泉入ってきてしまいました。あえて朝食の時間とギリギリに合わせることにより、誰もいないだろうという魂胆は見事にはまりまして、貸し切りでした。で、昨日思ったんですけどね、すごくぬるぬるすべすべで、露天風呂若干硫黄の香りがするんですよね。おかげで一気に様でした。うまかった。普段朝食食わないからお腹いっぱいですわ。ではこの後は少しだけゆっくりして、チェックアウトの準備ですね。仮眠10分ぐらい取りたいな。チェックアウトの準備ができましたので、この辺でですね、一旦湯西川温泉編をですね締めさせていただいて、後編は栃木観光になるか、本日宿泊する小滝高専という、そちらも一軒宿ですごく素敵なお宿編になるかはわからないんですけれども、 URL を概要欄に貼っておきますので、続きはそちらからご覧いただけたら幸いです。そして湯西川温泉、春夏もやはり素晴らしいですけれども、秋冬もさらに深みを増して、ほんといいとこだなって、ほんと1年に1回は来たい場所だなと感じさせてくれる場所でありました。また来ちゃいますねこれは絶対。というわけで一旦ここで締めさせていただきます。ではまた続きの動画でお会いしましょう。バイバーイ。見えますか、あの廃墟群。ここまで来るともう芸術と言っても過言ではないぐらいすごいですよね。ここもうさ、ほんと何十年前かは全部のホテルがやってて賑わってたわけでしょ。